宇宙世紀00791月、サイド3と地球をつなぐジオン公国軍最大の鉱山基地オデッサ。地球連邦軍はこの鉱山基地を奪回すべく、レベル将軍の指揮のもと陸上兵力のおよそ3分の1を投入した一大作戦、オデッサ作戦を発動した。砂漠の死闘に傷ついたホワイトベースもまたオデッサ作戦に参加するため、マチルダ・アジャン率いる補給部隊による修理を急いでいた。しかしマクベ指揮下のエース部隊黒い三連星が最新鋭のモビルスーツドムを借り強襲。ホワイトベースは黒い三連星の猛攻を退けるも、その犠牲は大きかった。オデッサ作戦に参加した全ての戦車に対して哀悼の意を表し、全員敬礼。僕のマチルダさん、マチルダさん。ホワイトベースを守るべくマチルダはその身を挺し、儚くも散ってしまう。アムロにとって初めて知った女性の香りを残して。しかし戦火の中に散っていった命一つ一つの、その深い悲しみを慰めることなど誰にもできはしない。それでも彼らは人の死を乗り越え戦い続けねばならないのである。ホワイトベース、よくぞジャブローまでたどり着いてくれたものだ。かなり傷んでいますね。報告以上だ。ホワイトベースこそ実戦を繰り返してきた艦だからな。よし、点検かかれ。ウッディ隊でいらっしゃいますか。ホワイトベースの責任者、ブライト・ノアであります。ご苦労。ところでアムロ・レイというパイロットはいるか。はい、何でしょう。君がアムロ。マチルダから聞いてはいたが、こんな少年とは。マチルダ中尉から。あの、ウッディ隊員はマチルダ中尉とはどういうご関係で。うん、マチルダとはオデッサ作戦が終わったら結婚する予定だったんだ。ご結婚を。その時はホワイトベースのクルーもジャブローにいるだろうから。次には出てもらおうとマチルダは言っていた。そうだったんですか。そんなことがあったんですか。すみませんでした、ウッディ隊。僕がもっともっとガンダムを上手に使えれば、マチルダ中尉は死なないで済んだんです。すみませんでした。うぬぼれるんじゃない、アムロ君。ガンダム一機の働きでマチルダが助けられたり、戦争が勝てるなどというほど甘いものではないのだぞ。パイロットはその時の戦いに全力を尽くして、後悔するような戦いをしなければそれでいい。
私はマチルダが手をかけたこのホワイトベースを愛している。だから修理に全力をかけている。あ、はい。人にはそれくらいしかできんのだ。やはり木馬はジャブローに侵入したようだな。木馬の反応が消えました。間違いありません。ついにジャブロー最大の出入り口を突き止めたというわけだ。反応が消えた地点を中心に徹底的に調査しろ。キャリフォルニアベースに出撃要請を。了解であります。連邦本部を叩くチャンスというわけですな。オデッサを失った我が軍にとってこれ以上の長期戦は不利だからな。となればジャブローを攻略し決着をつけるしかあるまい。あ、その通りで。そして我々は木馬を。無論だ。我々は先発隊としてジャブローへ潜入する。はあ。よう、ホワイトベースの艦長殿はどこだい？何の用だい？どこにいるんだよ。ブライト隊、お呼びだぜ。ん？何です？スレッガーロー注意だ。今日付でホワイトベースに転属にあった。未来、聞いているか？え、あ、そうらしいわ。俺もついてきたな。こんな綺麗なお嬢さんとご一緒できるなんて。よろしく、未来少尉です。よろしく、未来さん。あんたホワイトベースの総立ちなんだろう。いやー、尊敬しちゃうよ。女性になかなかできることじゃない。生き残るために必死だっただけです。ジャブロエだってやっとのことで。それだけじゃないさ。俺にはわかる。あんたの強さはすごいよ。そんな。俺のネグラどこ？こちら S ブロック。現在までのところ異常なし。こんな偏僻なところで報告することなんてあるかって。なんだ何が起こった。シャア大佐、ジャブローの入り口を見つけました。よくやった、赤花。しかし、ずいぶんあっけないものですな、大佐。こうもやすやすと我々の侵入を許すとは。ジャブローの地下基地は軍事施設として地球上にある最大級のものだ。地上施設をいくら破壊したところで地下の中枢部を叩かねばジャブロー攻略にはつながらん。油断するな。はあ、シャア大佐。さて、うまく木馬にたどり着ければいいが。本当なの？敵がジャブローに侵入したって。ホワイトベースが敵につけられていたみたいです。だとしたらこの宇宙船ドックのある地域が危ないんじゃなくって？おそらくは総司令部からもホワイトベースに迎撃命令が出ています。総員、第二戦闘配置のまま待機。パイロットが戻ったら各機を発進させろ。
了解です、ブライト艦長。一体どれくらいの敵が入り込んでいるんだ。赤色のモビルスーツ、シャアなのか。マチルダが守ったホワイトベースには触らせん。ウッディ隊、ホバークラフトでは無理です。下がってください。至近距離からミサイルを撃ち込めば。冗談ではない。ウッディ隊、間違いない、シャアだ、奴が来たんだ。シャアめ、やられるわけにはいかない。ジオンを叩く、徹底的にな。ガンキャノン出るぞ。ここまで来てホワイトベースをやらせるものか。ガンタンク発進する。これも任務だ。悪く思うなよ。えい！捕まえた！損傷は至って軽微。まだいけます。よし、これなら余裕ね。攻撃の準備はいい。このまま突っ込むぞ！標準は目標に固定。撃っちゃって。回避成功か。さて、ここからどういたぶってやろうか。これも任務だ。悪く思うなよ。えい！捕まえた！
外しやがった。てめえやらせるかよ。こいつ これまでか。へっ、俺にだってこれくらいはな。さて、一気にやりますか。さて、ここらでいいところを見せてやらねやな。そろそろ行きますかね。だれ？当たった。だが、この程度ならバックアップは任せる。捕まえた。えい、やらせん。捕まえた。チェ、当たっちまったか。やるべ、あちらさんも。おっと、逃がしはしないぜ。この俺の前に出たんだからな。片っ端から叩き潰してやるぜ。行くぜ。もらったな。まずいな。もう一度食らったら持たない。えい、やらせん。捕まえた。ちょっとばかりミスったか。分かってないのか。貴様と俺とじゃ格が違うってことをよ。悪いが落とさせてもらうぜ。さて、一応やりますか。さかしいだけの俗物が。
してやるぜ。半端な覚悟で来るのなら大怪我どころじゃ済まないぜ。戦いの厳しさってのを教えてやるよ。やってやる。捕らえた。くそ、これまでか。悪いが、出会った時にこうなることは予測済みなんでね。立つのなら相手の足だけでも止められれば。行きます。命中させる。まずいな。もう一度食らったら持たない。やらせん。捕まえた。力がないのに、なんで戦おうとするの。これ以上邪魔をしないで。逃がしはせんわ。ひとまり当たれ。当たるものか。いけるか。いただき。装甲が貫かれている。おのれ、この借りは必ず返すぞ。
今は戦うしかないんだもの。私だって私だってやるときはやるんです。覚悟しなさい。このやられた。恨まないでください。私はどうしても負けられないんです。さらにできるようになったな、ガンダム。シャメ、逃がしはしない。見つけた。落としてみせる。行け。落ちろ。やつめ、化け物か。こいつ、迂闊に前に出るから。私にプレッシャーをかけるパイロットとは一体何者なんだ。シャーメン、逃げたな。ジャブロー上空に到達しました。よし、モビルスーツ部隊の降下準備にかかれ。上空に敵編隊キャッチ。大部隊です。何？総員迎撃態勢。ジオンの侵入を許すな。はっ。数の敵が降りたみたいだ。敵はおそらくホワイトベースも狙ってくるぞ。くっ、やるしかないのか。
これ以上敵の侵入を許すわけには。クソ、ジオンめ、ジャブローまで来て死ねるかよ。これも任務だ。悪く思うなよ。えい！捕まえた！損傷は至って軽微。まだ行けます。よし、これなら余裕ね。砲撃の準備はいい？一気に叩いてくれよ。攻撃します。攻撃開始。くそ、これまでか。敵の撃破を確認。なんとたわいのない怪獣一色と。あれ、なんか違うな。まさかこのゾックが。うわあ！これも任務だ。悪く思うなよ。えい！捕まえた！あらだ、必死になっちゃって。まだまだ当たれ。かすり傷だな。この程度なら任務にも差し障りはない。のこのこ出てこなけりゃ、もっともすでに手遅れだがな。
この身に変えたとしてもやらせはしないぞ。捕まえたぜ、こいつを食らいな。やってやる。遅い。この間合いなら。ようやく本物の戦争らしくなってきたようだな。好きにさせるか。当たれ。この程度の損傷でお前らなんかに負けてたまるかよ。敵さんね。よし、テンション上げていこう。
一機でも多く敵を仕留めないと。落ちたらもう後がないんだ。やらせはしない。心でいいところを見せてやらねえな。一丁やってねえしから。やったれ。しくじったか。ははあ、なんてお上手なんでしょう僕。
落としてみせる。行け。逃がすものか。何？動きを読まれているのか。このままでは終わらん。くらえ。もう少し早く反応してくれ。こんなところでやられるものか。ダメージを受けすぎた。このままじゃ。you